ちょっと待って、アイシャドウが。何をやっているんだリンベル、始まるぞ。そいつは野暮だぜ竜、敵も待ってくれるってよ。私もっともっと強い女になりたい。じゃあまずスクワットからね。シャオユーもやるのよ。強いって筋肉的なもの、そんなにいらないから。アイシャドウのノリが良くないな。先に行ってくれますか。そんなもの後にしろ、何も変わらん。女は化粧で悪魔にも天使にも化けるものさ。勇ましいなリーンベル、ジルの若い頃を思い出す。ジルさんも化粧が得意だったんですか。ノーコメントにさせてもらうわ。モリガンさん、枯れた土地を豊かにするにはどうしたらいいんでしょうか。環境問題にでも目覚めたか。水でもやるがいい。コラーゲンと牛乳よ。敵は目の前だ、準備はできているな。 X さん、私のフライパンアームを早く。いや遠慮しておくよリンベル。遅れるならば置いていく。はい、頑張ってついていきます。それだけの能力はあるということか。リンベルの跳躍力、どれほどの修行をすれば。朝の草を毎日飛ぶ訓練をしたのであろう。なんというか普通に。じゃあ私上から援護しますから、エリカも華麗に飛び回りながら撃ちます。エリカ君は着地できなそうだからやめておくんだ。射撃は苦手なんだよな。リンベル教えてよ。私でいいの。まずジャンプして2回ひねってから。あのジャンプする必要はあるんですか。決勝して弾き持って、カムロ町向きやで。チンベルちゃん、 DMF の仕事があるからそっちへはいけません。仕事がなければやる気はあるということか。運命と銃声が奏でる終焉の物語、始めようぜ。うん、活躍したらご飯大盛りにしてあげる。せっかくカッコつけたのにご飯はねえだろう。敵ですってなめんじゃないわよ。なんだ、まさか貴様もデビル化できるのか。相変わらず化粧で性格が変わるよ。ちょろちょろしてんじゃねえっての。そうよ、甘く見ないでよね。ちょろ甘だね。大きくジャンプして上から銃弾を撃ち込むの。確かに上空からのスナイピングは効果的かもしれません。空飛ぶスナイパーって目立っちゃうけど、シエルちゃん的にありならありだね。じゃあカイト、ハセオ、私が銃で援護するからね。いろいろ武器は使えるけど二丁拳銃ってのもいいな。いつか使えるようになるといいね、ハセオ。今回のポイントマンはわしとレイジ、リンベルでやる。ごめんなさい、お化粧直してから行くので遅れます。考察が取れてないが大丈夫なのか。ごめんなさい、お化粧直してから行くから。え、戦いが終わってからでいいんじゃない。戦闘と同レベルの重要事項と思われます。運命を変える、俺は必ず変えてみせる。そうです、運命は克服できる、そう信じます。行きましょう、この戦いが未来に通じると信じて。